江戸山口の大江戸日記。江戸山口の大江戸日記でございます。70過ぎて YouTube やるとは思わなかったな。前はあの僕の名前のルーツとか先祖のこととかどうしてギターに入ったかみたいなね話は一回したと思うんですけど、その後です。昭和39年1960年東京オリンピックの年にベンチャーズ聞いて、翌年昭和40年1965年の1月3日に新宿の厚生年金にベンチャーズが来るわけですよ。これでもう日本はエレキ大ブームになってですね、6月にはフジテレビで22日か23日から始まったのかな、勝ち抜きエレキ合戦というのが始まるわけですね。スター誕生のバンドマンと思っていただければ結構だと思いますよ。で5週勝ち抜いたらプロへの道が開けるって言って、司会が鈴木康さんと、でアシスタントが帰国したばっかのバイリンガルのジュディ・ヨングさん、後にあのミサライテで南に向いてる窓を開けでレコード大賞を取るあの人ですわ。で、専属バンドはディック・ミネさんの三男坊の峰信弘さんの率いるシャープハイ、そんで安岡力也さんが入ってた4人組シャープオークス、これがあの主題歌というかテーマを歌ってましたね。どうなんだろう、響け響け歴若さでぶつかれ歴みたいな、こんなこんな方で、それもみんなあの登竜門でいろんなアマチュアバンドが出ました。まあ一番印象に残ったのはザ・サベージというバンドで、これのベースを弾いてた方が寺尾明さんです。5週抜いてデビューしました。そよ風が僕にくれてた、あ、これジャスラックの問題もあるのかデビューした、そうそうそう、で2曲目はこの手ひらに愛よっていう曲なんですね。哀愁の湖とか、だからスター誕生のバンド版という、あとフィンガーズというグループがいて、慶応のね、ブルジストに勤めてたの大重役の息子の鳴茂茂さんって人がね、成功のなるっていうふうにね、もは、け、茂さんは滋賀県の市、すっごい早弾きでね、めちゃくちゃうまかった。工場の月とかね、桜とかそういう日本物をね、エレキアレンジしてた。あ、この時にドラム叩いん、この時の リズムギターの高橋さんっていう、この人がリーダーだった。これの弟さんが後の YMO の高橋さんですよ。それでベースは斉藤萌一さん、しげるに一って一番の一。なんとこの人はですね、斉藤茂吉の孫なんですよ。すごいでしょ。ねえ、つばくらめには軒に来て、たらちねの母は死にたもうなり、あの斉藤茂吉さんのお孫さんなんですわ。で、これ慶応の大学生だったの、法学部のお兄ちゃんで、この下の弟斉藤昌司ってのは俺の同級生。こういうつながりですわ。当時ね、エレキバンドっていうのはね、金がかかったの。やっぱり一般的にはフォークなの。なぜかったらこうやってガットギター1本とか、ガットギター2本でこうできるじゃないですか。ね、でキャンプ行ってお土産で、君の行く道は果てしなく遠いなのに、なぜ何を探して君は行くのか、そんなにしてまで。やっとこの頃、こういうギターでみんなが歌うみたいな風潮が日本でも出てきて、で必ず、カレイザーとか海行くとみんな歌おうぜってなったんですね。でもそれはフォークは簡単、でもエレキバンドは大変なんですよ。エレキギターじゃ音出ないんですから、アンプというものに差し込んで初めて音を増大させてるじゃないですか。このエレキが高いんですわ、意外と。でアンプもですね、バンドで実際使える 30W 以上だと結構するんで、卓上アンプみたいになるとバンドにはならないんで、練習にはなるけど、でもそれで僕たち始めたのかな、だから当時ね、笑い話があるんですけど、エレキバンドの大学はね、慶応、まあ高校も含めて慶応、立教、成城、成蹊、青学とか、こういう学習院とか私立で、一方早稲田、専修、明治、中央とか、これはね、フォークだったんですよ。専修大学ってあるの、
フォークですから。早稲田大学にはリガニーズ、泳げないんだもんとかでなんとかいうリガニーズって言ったらちょっと今思い出せませんけど、で一番びっくりしたのはね、日体大のエレキバンドとかね、国士舘のエレキバンド、嘘みたいな、そんなような感じでしたね、なんとなくね。だから練習場所にも困った。フォークソングは河原でできるじゃないですか、電源いらないから。でこっちは電源必要なんで、あとドラムもあるん で高校の時には、高2年かなバンド組んだんです、後輩と。で後輩の一人のうちが沼袋の駅前の不動産だったの。踏切のそばだからバンバン電車通るじゃない。これじゃ苦情来ないだろうと思って日曜日ごとに練習しましたね。よくでもあの親御さんが文句言わなかったなと思って。でその時のベースやってくれた井野くんっていう、井戸の井に野原のから、その後あのブルーベルシンガーズっていうのに入って、昭和ブルースって生まれた時が悪いのか、それとも俺が悪いのか、何も知らずに生きてゆくなら、それはなんだっけな、歌詞忘れたことだけれど、これのうちに、あ、女房が拍手してる、ありがとう、神さんが、天津茂さんが非常のライセンス、あのタリラリラリラディタタ、8年ぐらいやった、バカモンの映画の漫画の次に拳銃を撃つ刑事っていうね、相田刑事、これが主題歌があったんだけど、天津さんも歌った、昭和ブルース、そうそう、であの今の「非常のライセンス」テーマの方もインストルメンタルなのにもかかわらず天津さんが貸し付けたの、これかっこいいのに、これをですよ、バラは命の花か、ちょっと無理やりな感じがしてる。そのカップリングが生まれたところ、天津さんが歌ってます。このちょっと話がそれましたけども、このブルーベルシンガーズに行った学校の声の井野くんが今ジャズベーシストです。なかなかね、うちの学校はね、1学年に1人ぐらいかな、俺の学年でこうやって音楽やってるの僕だけでしょ、で1年下で井野くんでしょ、ほんで3年下で冬木と雄三、そう5年下で渡辺克実という、こういうことなんだけど、そうだよね、そんなからが音楽で食ってくってのは。ほんでアマチュアバンドやってて高校3年になったんですよ、みんな受験勉強じゃないですか、でみんなダメになっちゃったんで私立連立バンド組んだんですよ、政経のあと和光、どっかので青学学科どっかな、で4人でベンチャーズバンド組んで、よっしゃいいのに、新宿の武蔵野岩通りにパンチって喫茶店があったんです、2階3階なんですけど、なんと平凡パンチとタイアップしてたのね、でそこの上がった階段があった2階のところの一番左奥にステージがあったの、フラットな、でドラムとか置いてアンプとかで、3階は普通の喫茶店なんだけど、ここのとこのオーディションに受かるっていうのはかなりアマチュアでもレベルが高いって、よしゃいなに受けたの、受かりました、嬉しいじゃないですか、嬉しいんだけど、土日やることが決まった時にちょっと待てよと、その頃僕うちの学校で、まあ行政学園で言っちゃいますけど、暁の星のエレキバンドを結成して郊外で演奏したものは退学、その他でも定額っていうものすごい厳しい条件で、なんたって繁華街行く時は制服を着て親と同伴じゃなきゃダメだみたいな、とんでもない時代だよねなことするわけない、こっちはこっちでやってるんですけど、分かんなきゃいいやつもって始めたんだけど、よしゃいのに喋るからね俺がどうしても、え、実はさパンチに受かっちゃってさ、本当かよ、元そうなんだよ、土日やってんだけどさ、で噂千里をかけるじゃないですか、これはいつか拾いの仕事みたいにこっちこっちないけど、箱で決まっちゃうとこれはバレちゃうな先生にと、うん、で残りの私立の3人が受験勉強だからって言ってバンドは やってられないってなっちゃって、結局エレキ合戦に出してやろうかみたいな話も持ってきた人いたんだけど、どうも怪しいなと思ってるし、屋台骨が解散しちゃったので、で俺困っちゃってね、ここは一番静かにしてるしかないなと思ったね。
だって親父医者でしょ、うん、一応代々ね築地警察の署長海軍主警官大佐親父が軍医で医者四代目やら六代目でもなくなるって本当そう言うけどちょっとまずいなと思って当時は今と違ってやっぱり内閣行かないとまずいっていう時代だったのよまだね昔の風潮社会的な大人のあのあれ規範が残ってたんで手やんねばやろうみたいに言えない時代でねちょっといい子にしなきゃいけないと思っていい子にしてましたでギター練習してるわけだから家でそんな受験勉強とギター練習レッスンが練習がね一緒にできるわけないのもう案の定大学を続けて全部落ちたほんで静かにしてよって浪人になっちゃうわけだから、ね、よしどうしようかなと思ってたらおふくろは突然3月お前ね名古屋に行きなさいえ名古屋って何しに名古屋にね素晴らしい予備校がある校長先生が手紙の検閲をするえ河合塾って学校河合塾河合塾って今どこでもあるじゃないですかあの頃名古屋にしかなかったんですよ東京にはね駿台予備校とか代々木ゼミナールがあったんで河合塾はまだ進出してこれなかったそんでおふくろは友達が悪いバンド仲間が悪いお前をやればできるんだだから友達から隔離すればこの子はなんとかなるだろうと思ったんでしょうねで河合塾のに今度寮ができる一期生ですわ当時河合塾は名古屋の駅前名駅前と千草の駅前千草湖で名古屋市立大学の前の桜山に夏期校舎があったこの夏期校舎の教室一棟を全部ベニヤで仕切って2階ね2階の部屋をベニヤで仕切って3段ベッドで合宿だから三重県からとか浜松と富山市とか向こうでいうと菊里高校自習館とか名古屋の全国から集まった感じそこで勉強しなさいでもねおふくらは多分俺を名古屋に送ったらねまともになると思ったんだねこれが大きな間違いだったのね意外とポジティブなんですよほぼ遅延差別の割には1万2000円しか送ってこないのよお金を料理が1000円でしょ一月分ね残りが1万1000円結構あると思うよ当時昭和41年くらいですから飯が100円なんですよ近くの満金食堂ってとこ満点の1万2万の間に金とんかつが80円なの大盛りにすると100円なのほとんど油俺油好きでよかったわそれとてあと若葉ってのは近くだったの交差点にこれやっぱり100円なのねその1日朝晩で200円で昼飯食うじゃないですか300円かかったとしたら30日あるわけだからもうそれ9000飛ぶわけですよで残りの2000円でトイレットペーパー買わなきゃいけないでしょ歯ブラシ参考書でタバコ覚えたんだハイライト780円やあと銭湯も2日に1回行くでしょ床屋とかやってけないもんで結局どうなったかって言ったらアルバイトですそれもすごいの6月今池グランドキャニオンというジャズ喫茶があった、名古屋は他にもね栄町のオスカー柳橋のエコーってあったのねこうも東京の人気バンドが来ると女のキャキャ言ったところその今池のグランドキャニオンに藤正美となんとか藤ってあの藤の花の藤正美やひらがなだと思うな藤正美となんとかってバンドのリズムギターが急になんか病気なんかでいなくなったんでなんか俺に声かかってきたのうまくこう歩いてたらでリーダーの借りてこうやってリズムギター切ってたわけですから当時はもうベンチャーズの部分じゃないんで、どっちかっていうとあのダンス天国ウォーカーブラザーズのあのラララララあフィンガーファイブにこれ使ってたよねこれねラララララララみたいなそんなのとかねでね覚えてるのはねジャズギターのカーテンがねこうさーっと左右に開くのよでテーマとともにウーリーブーリーだわーって開いて皆さんこんにちは藤原さんなんとかです俺これはねやめられないなと思ったこれはやめられないと思ってで1ヶ月やったんですよいいよ結構アルバイトなで7月8月どうしようかと思って武衛町ってとこがあって武士の部に平らと書くんですけど栄町 のテレビ塔のとこからちょっと東新町に向かって下がったところの右側なんだけど前の年できたビールで新しい中日ビールってできたこの屋上はビアガーデンだった
東京そうビアガーデン、でそこでアルバイトした。100円時給で、ビールのジョッキを何個持てるか、3個ずつとかで、つまみを持ってくやってた。したらね、7月いっぱいでね、ちょっとって呼ばれたの。何でしょうかって言ったら、君さ、エレベーターフルの整理やってくれるって言われて、はっ、って言った。中日部は右側に3機、左側に3機、6機のエレベーターがあるところが、ガーッと上がってくるとものすごく混雑するんで、そこの整理をしてくれと。で、カセットデッキがかかって歌も歌えるみたいな、このくらいのちっちゃなアンプがあるじゃないですか。そこにマイクつなげて、そこで始めたの。120円に上がった。まもなく右奥のエレベーター上がってあります。広く開けてお待ちくださいませ。降りる方が済んでからお乗りください。屋上風が強く吹いております。地上100万ドルだけニュー東京屋上ビアガレン、枝豆焼き鳥、チケットをしっかり手に握って席までお進めください。今思うとこれが俺の喋りの原点なんです。回り道はないな。で、そういうところにも必ず2バンド入ってた。ハイワンバンドとか、こうなんか ロックン GS っぽいのが入ってたんですよ。やっぱりバンドやりたいな。結局何していたか分かんないでしょ。で、帰ってくんですけど、その頃にはね、寝てても腰痛くてどうしようもない。なんで腰痛いのかなと思って帰ってきて、家の飯を食って治ったの。あ、栄養失調だ。そりゃそうです。ね、あの油だらけのとんかつとインスタントラーメンとかパンとか食ってるらそれはなりますせ、18、19でも。ほんで結局また4つ受けて最後に1個受かったとこ行ったんですよ。新設の大学ね。そうなの。その時初めて気がつくわけ。当時は浪人生だというと言われのない劣等感に苛まされるもんなんです。大学行けないから人間じゃないみたいな時代だったんで、俺はやっぱり大学なんかダメなんだとずっと思って。で、大学入学したじゃないですか。で、何が変わったのか。何も変わんないですよ。小遣いが上がるわけでもなく、女にモテるわけでもなく、ギターが上手くなるわけでもなく、結局何にも変わんないんだと。でも今度は大学だから受験がないじゃないですか。早速バンド作ろうぜとこう思うわけですよ。で、入った学校にはね、フォークロックの売れっ子ジャックスとかいたんだ。早川さん率いる、これは日本的に有名だった。で、軽音楽部が1個しかない。あと全部軽音楽部、エレキバンドが1個しかない。あと全部フォーク。お金がかかんない。さっき言ったかもしれない。フォークだね。で、その年は俺浪人してるから同じなんですよ。で、新しい学校だから、俺が2期生、先輩の同い年が1期生なんでね。で、そこのバンドの見に行ったら、うまくねえなと思って、これは自分でバンド組むしかねえと思って、いよいよバンド組むんですよ。そして、芸能界油断するなっていう目に遭うんですけど、それは次回のお楽しみ。大江戸日記でした。よろしく。